2013年モデル 7.7FX の初回です。フルカーボンのクロスバイクが復活しました。しかも、こちら見てください。 OCLV300、マドンの3シリーズと同じフレームを使っての発表です。はい、ということは、最初からロードレーサーはちょっとなっていう方にも、まずはクロスバイクとしてお試しいただき、いずれロードレーサーにすることが可能ということです。はい、ブレーキアーチも、ロード用のものが使われてますね。駆動系はティアグラをベースにしています。前2段、後ろが10段です。基本ロード用の部品ということになりますので、ハンドル部分を一式、ブレーキレバー関係も含めて取り替えていくことによって、ロード化することができるのが最大の特徴です。はい、カラーも落ち着いた色ですね。ワンポイントでいろんなところに赤が使われています。キャップ類、フレームにも赤が入ってますね。タイヤは 700×25C が使われておりますので、こちらもギリギリ、そのままロード用として使うことが可能です。はい、で重量もとても軽いです。フレームサイズの方の表記ですけれども、インチサイズではなくてロードレーサーのフレームになりますのでセンチ表記です。フレームサイズ52センチで、なんと 8.6 キロ、カーボンフレーム、すごく軽いですね。今年の FX のトップモデルとして君臨します。はい、以上です。